ありがとう、アルゼンチン最高。そんなの関係ねえよパンピン。ということで今ねバスでボカ地区のカミニートっていうところに行こうとしてるんだけど、僕らちょっと降りる場所を間違えまして、なんか違うエリアに入ってきてしまいました。でバス間違えたから、バスを降りようとしたらバスに乗ってるおばちゃんたちがみんな、ここでは絶対降りるなみたいな、多分相当危ないスラムエリアなのかな。周り見る限りお店とかもないし、なんか建物もめちゃめちゃこう古い感じだし、明らかにね治安は悪い場所だから、僕らが降りようとしたら絶対降りちゃダメだって、でずっと乗ってなさいって言われて、今とりあえずバスに乗ってます。とりあえず一つ言えることは、バスを降りると死ぬほど危ないっていう。で今ちょっとね、後ろに座ってるおばちゃんがなんか帰り方、そのカミニートっていう行き方を教えてくれました。あー OK。 まあこういう風にね、困ってる外人がいると助けてくれるローカルの人がいるから、まあ、危険な地帯に入っても、まあ、こういう優しい人たちはね、います。僕らのこと相当心配してくれてる。多分本当に危ないだろうね。カメラも全部しまえって言ってたし、怖いっす。降りる？ OK、 降ります。で今あの女の人がね、僕らを先導してくれてて、多分バス停まで一緒についてきてくれるんだと思う。本当に優しいよね。はい、ということで今ね、正しいバスに乗ったかもしれない。ちゃんとしたバスに乗れた気がします。で今日はね、ボカ地区のカミニートっていうね、まあ、南米色が強い町に行きます。まあ、丹後発祥の地って言われてるところなんだけど、ただね、もう家を出て1時間ぐらい経ってます。プラプラしました。そう、バスで危険地帯をプラプラしました。でもちょっと今はもう安心だね。ちょっともうバスに乗って安全だから。どうでしょうね、私たちのものを見てフォローしてる人がいるかもしれないね。まあ、そしたらね、喧嘩します。負けます。はい、レナを差し上げます。はい、ようやく今ね、ボカ地区のカミニートっていうところにやってきました。ということで今日も人に感謝ですね。なんで？え？助けてくれた人いっぱいいたでしょ。本当に優しいよね、みんな。さっき行ってたエリアはね、ブエノスアイレスのもう市街でした。なので、まあ、どういうバスの間違い方してんねんお前らって思う人いるかもしれないですけど、まあ、自分たちで旅してね、ローカルのバスとか乗っちゃうとね、こういうことになります。ただね、周りにはね、危険なエリアに行ったとしても優しい人はいるので、世界には優しい人で溢れてます。そうです。ということで、あんまりね、世界を怖く思わない、欲しいですね。レナ左、すごいね、めっちゃ可愛らしいカフェがあるし、あっちの奥にはカラフルな家が、もうなんかラテン南米って感じだね。すごい、なんかもうブエノスアイレスのダウンタウンとはもう全く違う雰囲気だ。はい、今ね、横にサッカーやってます。フットサルかな。南米アルゼンチンって感じするよね。そうですね、みんなサッカーでしょ。そういうこと。うん、いい匂いする。うわ、めっちゃいい匂いする。うわ、すごレナ、ソーセージ売ってるよ。めっちゃ美味しそうだよ。ソーセージ、パテ、肉のブロック。Hi, konnichiwa. Very nice. Wow. 日本語喋れるよ。 Where are you from? Japan, Japan. Ah, konnichiwa. こんにちは。ありがとう。アルゼンチン最高。そんなの関係ねえよ、パンピン。そんなの関係ねえよ。あのおじさんのギャグは、5年前、10年前の日本の大ブームした小島よしお。すごい。5年前、10年前の日本人が教えたのかな？かもしれない。見てください、この雰囲気。超カラフルで、音楽もなんかいい感じだね。でちなみに今ね、ちょっと暗いんですけど、まだ3時ちょっと過ぎです。まあ昨日今日とね、曇ってるので、ただね、幸いに雨は降ってないので、
そう、ラッキー。まあ曇りでちょっと雰囲気暗いですけど、それを吹き飛ばすぐらいのね、街の明るさがあるので、ちょっとなんか座ってなんか食べたり飲んだりしてもいいね。あ、ビールあるんじゃない？なんか見た方がいいんじゃない？まあ普通に高いよ。じゃあもうちょっと周り見て決める？200円、300円ぐらい、いっぱい。まあまあまあ、いいんじゃない？もうちょっと見ようか、周り。はい、単語ショーじゃない？あ、単語ショーあるって。単語発祥の地だよ、ここ。 Where are you from? Germany and Japan. Japan. Okay, welcome. Madero Tango is the modern tango show, contemporary. All the service includes the transfer, dinner, drinks and the show, tango show. Full service, 高そうだね。 Where is the price? $135 for two. For two, so $65 per person, including dinner, transport, dinner, drink, bar. Wine, beer, and transfer all the way. You got in your hotel. Yeah, we will think about that. Okay, thank you. Thank you very much for the information. Thank you very much. You. Sorry for my English. I don't speak English very well. No problem, no problem. See you later. Bye. Wow.これ何？あ、キー、Hello. 鍵をかけるところ、はい、めっちゃ可愛いじゃん。え、やばくないこれ。400だから1000円ぐらいかな。これで1000円ぐらい。バックパックに入れたらその瞬間折れちゃうけど。まあでもこういうね、屋台がずらーっと並んでて、お土産買うにも全然いい場所だね。で、修学旅行で来てんのかな。なんかね、小学生、中学生みたいな子もいっぱいいます。ガーデンカフェ、オープンカフェで何か飲みますか？お、ヌテラクレープ。わお。オープンカフェがあって、レストランも両サイドにあって。めっちゃいい感じ。やばいね、雰囲気やば。あ、タンゴやってる。気がやば。オープンタンゴ。スタイルめちゃめちゃいい。あ、こっちでもオープンタンゴやってる。どのレストランでも多分それを売りにしてんだ。チュロ使いました。チュロでラボカ、ボカジュニア。あ、サッカーチーム。チロス50円です。うまい。うまっ。めっちゃうまいじゃんこれ。もう当てない。なんか日本のチュロスよりも倍ぐらい太いけど、ちゃんとカリカリしてるし、で中側はちょっとね、あのパンのもちもちした感じもあって、日本のチュロスよりも全然うまいかもしれない。チョコクリームも入ってて、外はキャラメルコーティング。これで50円はやばいでしょ。絶品だわ。お兄さん戻ってきた。もう一個、ノーマルチュロス。はい、チュロチュロ。Gracias, amigo. めっちゃうまい。Very good. Thank you. Very good. Gracias. はい、今ね、タンゴが見えるカフェ、オープンカフェにやってきました。ちなみにさっきメニュー見せてもらって、メニューがめちゃめちゃ高い。これ高すぎるから他の店行くよって言ったら、2杯分のコーヒーを1杯のお金でいいよって言われたから。350円から400円ぐらいかな。ただ2杯で400円だったら、まあまあまあ、タンゴ切れるし。楽しみます。はい、ということで今ね、ボカ地区のカミニート楽しみました。ああ、楽しかった。ちなみに今いるところ一番カラフル。めっちゃ可愛い。すごくない？このウォールアウトもそうだし、お土産屋さんもいっぱいあって、地面もめっちゃカラフル。ということでね、今からブエノスアイレスのダウンタウンのね、ホテルの方に帰っていきます。楽しかった人はいいねボタン押してください。ぜひね、ブエノスアイレスに来たらこのカミニート訪れてみてください。めっちゃおすすめです。おすすめです。ということで、また次の動画で会いましょう。はい、ということで今ウルグアイに入国しました。レストランに入ってますね。これ食べれるわけないでしょ。何これ。
しょう。一口食べた？食べました。食べてない。勘弁してください。